マスタートです。ニュース4択、ノーカットの編集でお送りしています。今日は、2023年の、4月の5日ですね。11時回ってますね。昨日は、4月の4日は、まあ、夕食前に新防衛研究チャンネル、トサン TV を見て、まあ、ニュース4択ですね。ノーカットの編集で、タブレットを見て、お送りしていますけど、昨日横になりましたですね。アップすることができませんでした。主にウクライナ情勢ですね。このニュースユンタク、ノーカットの演習でお送りしています。ウクライナに平和、ウクライナの、の完全な主権の回復を、もちろんクリミア半島含みますね。ドンバス州全域ですね。はい、また、ウクライナからロシア軍の撤退をということで、なかなかまだまだ、新防衛研究チャンネルは5日、4日の日ですね。3日の日はなんか、アウディ、バクムトですね。バクムト深川、また、アゾム金属加工工場、プリゴジン氏が、バクムト市の議会、市議会堂の近くでアップしてますね。またワグナーのグループの3人か4人の将を、正体が、見つかって、ウクライナ軍に全滅されてますね。まあいろいろ、新、ブロガーでは、新ロシアではバクムト陥落という、が SNS で、にぎわったみたいですけど、まあ、実際はまだ厳しいですね。ほとんど新防衛研究チャンネル訂正がありましたですね。バクムト深川、まあ、ウクライナ軍頑張ってるということで、まだまだ、アゾム金属加工工場も厳しいですね。なかなか情報は、なかなか、難しいですね。確認するのは。トサン TV さんもザポリージャ州ですかね、ロシア軍が、その、まあ、投稿、ビラを撒いたところで、その地域が確認されて、今まで選挙図がよりもだいぶウクライナ軍が押しているということで、なかなか、まあ、ウクライナは4月5月の大攻勢で情報統制していますね。ザポロジュ、マリポリ、メルポトリ、本当に、待たれますね。まあ、バクムトはトサン TV さんでも3月は厳しいじゃないかと、また4月に入りましたですね。4月5月の、まだまだ近郊に、まあ、ソルダンも陥落しましたですね。だいぶ厳しい状況ですけど、バクムト側の西側かなは、ロシアに、占領されてますね。あとショッピング、南側のショッピングセンターも、まあ、だいぶ撤退、撤退するということで、してますけど、はい、まだまだ録画中ですけど、はい、このような感じで、まあ、妻が帰ってきましたけど、録画続行していきたいと思います。はい、こんな感じで、なかなか厳しい、状況が続いてますね。はい、ニース4択が昨日は、できませんでしたけど、もう1年経ちますね。いつも、タブレットを見て、の4択していますけど、まあ、今日は妻の月1回の受診ということで、駐車場で、動画撮りしていますね。助手席に妻が座ってますけど、はい、こんな感じで、ノーカットの編集でお送りしていますけど、1年経ちましたですね。なかなか、このウクライナ戦争ですね、2014年かなのクリミア半島の一方的な併合から、今回全面戦争と言ってますね。ウクライナ全面戦争ということで、まあ、2月の2022年の2月24日ですね。まあ、17日前にも、その前以前から、ウクライナ危機、15万人ぐらいが国境、ベラルーシとか、ウクライナの国境に軍隊が集結しているということで、2022年の2月17日、
第一報が侵入したということで、発表しました。実際はその前にも北が旧の北が侵入してるんですかね、全面的に攻撃開始したのが2月の24日ですね。もう1年経ちましたけど、旧は3日で陥落する、まあ、ゼレンスキー政権を転覆させる計画でしたけど、ウクライナは頑張ったですね。ゼレンスキー大統領が側近で4人かな、私はここにいる、私は届かない、逃げないということで、アップして大反響を呼びましたですね。私も最初ウクライナをよくクロアチアと、間違えまして、なかなか関心が少なかったですけど、徐々に、ニュースユンタクで、取り上げるようになって、最近は、ユンタクですね、ユンタクで取り上げるようになって、最近は、ニュースユンタクで取り上げるようになって、ユンタクライブですかね、最近は、まあ、固定されていますね。新防衛研究チャンネル、トサン TV、常年司チャンネル、ニュースの虎川、またネット大衆紙ブルーカラさん等の、またいろんな YouTube のニュース、また動画等を拝見して、ユンタクしています。なかなか、プロパガンダ、また偽情報といろいろ見分けるのですけど、発信、ただユンタクですね、他の方々の情報を見て、どう思うかを、したいとしています。まあ一喜一憂しますね、このニュース、ユンタクもそういうスタンスで、ウクライナの平和、またウクライナの完全な主権の回復を、ウクライナのからロシア軍の撤退ということで、去年の2月が、まあ、ソ連の安保理のがロシアが常任の議長国ということで、これは自分も示した15カ国ですかね、それでなんか1ヶ月ごとに議長国が変わるということで、ゼレンスキー大統領2、3日前ですかね、今度また5月ですね、安保理の議長国になって、そういうテロ国家ロシアが安保理というのはどうかということですけど、私も歴史大好きですけど、今ローマ人の物語を 1,2,3 ですね、まあほとんど読んでるのを動画でアップしていますけど、世界史流れを見ると、まあある方3時間もかけて、中田敦子さんもまあ歴史をしますけど、第二次世界大戦後、そうですね、いろいろ歴史、ローマ帝国の歴史がありますけど、まだ王政から帝政、共和制ですね、あとアウグスティヌスとか初代の皇帝になりますね、カエサル部分ですね、まだ今第二巻の勝者の混迷で、まあ第二章ですけど、アリウスとスラッカーの時代ですね、ローマ帝国がその徴収制から市民制の軍隊から志願制になっていますね。それでだいぶ変わって、また今度私も、まあ、同盟国ですね、ローマ帝国の同盟国の、その市民権に、まあ、不利な市民権を獲得できない、まあ、市民権を持つこともローマ市民の持つことも権利も、そういう都市同盟、国家が判断、8つぐらい反対してますね。そういう流れですね。だいぶ話がそれましたけど、そういう流れから、その歴史ですね。今度のロシアが、ウクライナに併合、侵略したこと、そしてベラルーシも侵略した、まあ、ソ連崩壊、そして、第二次世界大戦ですね。そのナチスが台頭して、そして日本が太平洋戦争、そして、イタリアも三国同盟がありましたけど、ナチスが、まあ、ドイツが東ドイツと西ドイツに分割されましたけど、まあ、東ドイツ、ベルリン壁ですね、ペレストロイカ、最後の、去年ですね、亡くなったですね、最後、ソ連の指導者、誰かな、亡くなって、まあ、朝鮮半島があって、また北朝鮮と韓国で2つの、ね、分断されてますけど、まあ、ソ連がエリツィン大統領のロシアがで、まあ、クーデターかね、それでソ連が崩壊して、まあ、ロシアですね、こんな状態になって、バルト三国とかいろいろその NATO に加盟して、その流れから、エリツィン大統領からその流れからプーチン大統領ですね、CIA、これ KGB の長官ですかね、プーチン大統領
プーチン、エリツィン大統領からプーチンに引き継ぎましたですね、自分のエリツィン大統領が、まあ、罪に問わない、身分を、まあ、一生そういう安全、身の安全を保障することで、引き換えに、プーチン大統領にその政権を移譲したみたいなことも流れてますけど、その後プーチンがもう20年以上、独裁してますね。そういう研究、防衛研究所の高橋杉雄さんが、まあ、解説、まあ、高橋さんは、まあ、アメリカの核のそういう分野の専門で、ロシア、ウクライナの専門じゃないですけど、ことだけと言ったけど、まあ、客観的な判断が注目を浴びて、なるほどその聞いていましたけど、外国記者会見ですかね、ロシアが自分は何者かということで、ウクライナと違って、そのロシア自分は何者かということで、プーチン大統領がウクライナまたベラルーシ、その後の力に合理的に客観的に、まあ、中国を台頭して、そのバランスで、バイデン大統領がアメリカに大統領になったことで、その 2,3 日で、落とせるということで進行したということで、今回、またウクライナから全部引き上げて、また軍備を再興して攻め入っていってくるでしょうということで、ロシアは西側の世界に入らずに、そういうロシアの、その昔のロシア帝国ですね、ということを解説してましたけど、まあ、全部じゃないですけど、だいぶ、まあ、そういう高橋さんの、あ、なるほどなという、になりました。まだまだ、4月5月のウクライナの攻勢が出されますけど、完全に、ウクライナの領土からロシア軍を撤退することですね、引き戻す、引き離すことですね、ロシア軍をウクライナから除くことですね。はい、長くなりましたけど、まあ、こういうのにタブレットなしで、ちょっと時間、ウクライナ情勢、について、思いを述べてみました。マスアートです。まあ、きちんと、昨日は収録できませんでしたけど、昼間の頃の、ニュース読んだクックマスアートのこのニュース読んだク、またマスアートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねをお願いいたします。ウクライナに平和、またウクライナの完全な主権の回復、ウクライナからのロシア軍の撤退ということを掲げさせていただいてます。ニュース読んだク、ウクライナに栄光あれ。マスアートでした。仕上げのやつ、パジャンブリー、シャローム。